くんと水くんです。きくん、水くん、ちょっと分かりやすいように2人だけでお外に出てみました。すごい足元に寄ってきて取れないので、わざと高いところに置いて 取れるようにしました。ご覧のように水くんは慎重派なので、知らないとこ行くと動かないのです。キーくんは水くんに比べると冒険家です。こんな2人です。水くん、顔映ってるか。よいしょ、よいしょ。水くん、水くん、あ、映った映った。あ、キーくん前来た、キーくん前来た、キーくん前来た。水くんだよ、こっちはキーくんだよ。うん、そうだね、降りたいね。びっくりするな、ここ。はい、どうぞ、降りていいよ、キー君。降りれるか。降りたいな、降りたい、降りたい。さあ、一回やってみるか。水くんは動きません。あんた暴言かやからいけるんちゃう。ん、キー君。ああ、水くん困ったな、水くんかわいそう。困った、困った。おいで、水くん。離してあげよう。よいちょ。よいちょ。あれ、降りれた。はい、キくんも、はい、よいちょ。キくんも、よいちょ。はい、冒険家、キくん。ふふふ。みじゅくん、体格差はほとんどないです。今日の体重でもほとんど変わりはありません。2500g ぐらい。ただ、キーくんの方がこうやって遊んでいると、もうずっと体から離れないです。水くんです。水くんが離れないです。キーくんは冒険家なので、寄っては来てくれますが、いろんなとこへまた一人で遊びに行きます。な、キーくん。水くん。水くんの方が甘えん坊で寂しがりさんです。怖がりさん。愛らしいです。こっちはキーくん。